どこかへ飛ばしてしまうっていうのはそれでやっつけたことになるの？それか普通に戦闘離脱っていう形？宇宙の彼方へ？全然聞かんやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、お、ちょっと体力が出ていただきたいんだけど、こっちで見るか。なんか微妙に体力減っとるね。ちょっと回復した子回復してから出発するか。星の降る丘に行くんかな。何？マリオさん、朝起きたらこんなにいっぱいアイテムが置いてあったんですよ。え、待って、てかそんなにモテる気がしないんだけど。それに不思議なことに、雪が溶けたように床がびしょびしょだったんです。もしかして誰かからマリオさんのプレゼントなんでしょうか。でも一体誰が、誰？雪だるま？こんな部屋に入ってきたら、ほら、目の前の暖炉で熱されるって。あれ、なんかテーブルの上にジャガイモもあるな。それも？それもってことか？アイテムさ、なんかこう全部分かれとんじゃなくってさ、こうかける2とか、そういう方式にしていただきたいんやけど。とりあえずちょっと、あ、そっか。え、しかもさ、この、普段、使えんっていうのがな。アイテム、これ結局一緒なんよね。待って、じゃあこっちは？違う。あの、U って書いてるやつ。お、ウルトラキノコ50回復やって、今のスーパーが10回復。じゃあ赤い実と交換しようかな。よしよし。ねえ、でそこのさ、じゃがいもは寒いもやった。すげえ、なんかめちゃくちゃいっぱいくれとるけど全然持てない。ありがとね。きっと雪だるまなんだろうけど、ありがとうね。さあ、それじゃあ、え、ここからか。一瞬で帰りたい。ん？なんかあっちにも入れるところが。え、待って、ここ何？こんなとこ来たことあったっけ？あれ？もしや来たことない場所に来た私。ここは一体どこなんだ？何？ゲッソー。なんかゲッソー来たんですけど、何？え、唐突。え、めちゃくちゃ唐突。でも多分、何やったっけ？キノピオタウンやっけ？そこに戻ったとして、速攻でクッパがなんちゃらってあるわけじゃないと思うけん。とりあえず、バシバシ、スターパワー使っていこう。力を抜いて。え、これ、月相って、あれ？もしかしてあれか？これさ、なんか別の方向から入ってきた時に、一回追ったやつか？そのまま行くか。余計なことはしない。まあ、レベルは上げたいけどね。月相！月相？ギリギリ、めっちゃギリギリで、加点買って、あ、間違えた、仲間変えようと思ったのに。いや、で加点買ってゲストに挑むのをやめたっていうことがあった気がするんだけども。そしてお星様に、そしてお星様にはしんどんよね。顔も、これどこかへ飛ばしてしまうっていうのはそれでやっつけたことになるの？一旦見てみようや。それか普通に戦闘離脱っていう形？ちょっと一旦見たい。宇宙の彼方へ？全然聞かんやん。普通にメインクエで出てくるやつよりはるかに強いよね。
いやまあ大体寄り道の方が強いんか。あ、やっつけれた、やった。え、そいつらは単体なんすか。マジで別なんや。あっちのでかいゲッソーがお亡くなりになったら必然的にこうおらんくなるやつらかと思ったら違うんやね。え、こいつらの体力はどれぐらい。弱っ。え、弱っ。なるほど、そういう感じね。あと一発ぐらいかな。こいつらやっつけたらなんかあるんかな。お、あ、土管が出てきた。なに、もしかしてなんかこの中から一個選ぶとかそういう。じゃあこれね、左。カラカラバザールやっけ。ちょっと待って、地図が見たい。カラカラタウンやった。何バザール。え、なんかここに出てきたんだけど、私てっきりさ、この中の1個は宝、なんか1個っていうかそれぞれの先に宝箱があるとかそういうことかと思ったんやけど、全然違った。え、なにここ。ね、なんかめちゃくちゃあれ爆発しそうじゃない。確実になんか起きとるよね。みんななんかあの家注目しとるし。あ、マリオさん、うちの人がね帰ってきたんですよ。あ、ついに帰ってきたんすね。家にいたって夢みたいなことが書いてある本ばっかり読んでるだけなんですけどね。でもうちの人が家にいるだけでなんとなく張り合いがあって、まったくあの人と来たら私の気持ちも知らないでいい気なもんですよね。まあまあでも幸せそうで。村に帰ってきたよ。何もかもが懐かしいな。冒険もいいが、やっぱり我が家が世界一だよ。だったらずっとうちにいてくださいね。冒険に行ってるあなたを心配して待ってるだけなんて、もうこりごりですよ。え、あ、ああ、もちろんだとも。いや、出ていくな、これは。へっ、おほん。し、実を言うとね、今度は北の大地にある失われた神殿を探しに行こうかと思っとるのだよ。何それ何それ。なんかあれですか、もしかしてクリア後の世界みたいなのがある感じですか。もちろん妻には内緒にしておいてくれよ。ねえ、みんなあの家に関してのコメントは何もないの。僕がこの村の平野を守っていくから安心してよ。他はよろしく。マリオさん頑張れ。いや、他多すぎない。星がよく見えるようになってきたよ。これで願い事も叶ってきっと何もかもうまくいくよね。悪いことは起きない方がいいよね。僕はのんびりできる村が大好きなんだ。それはよかった。あ、これマジで一番最初のところ。今私がいるのこのこ村。うんうんうん。あの家ってもともとあんな感じやったっけ。もしかして普通に日常の風景。毎日がこともなく過ぎていく、それが幸せだって感じるんだ。時々刺激が欲しくなるけどね。まあ、たまにはね。あ、いらっしゃい。ゆっくりしていってください。何さっきの間は。早くクッパをやっつけてくれボム。でもこの家の持ち主が帰ってきたらどうしようボム。また砦に戻るボムかな。この家の住人が帰ってくるまでの間だけ住まわせてもらってる感じ。うい、あ、遊びかもしかして。早くクッパをやっつけてくれボム。そうすればピンキーも帰ってきてこいつも静かになるだろうボム。こいつ毎日毎日ピンキーピンキーってうるさいんだボム。ピンキー、うるさいボム。そんなんだから振られるボム。お前こそうるさいボム。僕のピンキーへの熱い思いは一度や二度振られたぐらいじゃ消えないボム。これピンキー連れた状態で話しかけたらなんか変わるかな。ピンキー、ピンキー聞いてほしいボム。こいつ毎日毎日ピンキーピンキーってうるさいんだボム。
ピンキーうるさいわね、少しは周りも見なさいよ。そんなんじゃ本当に嫌いになるわよ。僕のピンキーへの熱い思いをこの爆発に込めてるボム、しっかり見ていってほしいボム。会話変わった。やっぱそういうの面白いよね。さあちょっともう一箇所はどこに繋がってんだ。で左にも進みたいし、あ、ここがあれやんね、本当に本当の一番最初。キノコ城の方は大変でしょうな。お城の皆さんはマリオさんを頼りにしているに違いないですよ。早くクッパを倒してピーチ姫を助け出してください。了解です。ゲッソーを倒すことによってマジでめちゃくちゃ移動が楽になったよね。良きだわ。なんかアイテムがいっぱいもらえる、もしかして。コインかな。敵やコンコン。あー、そっか。もう持てないのか。じゃあ、なしで。邪魔だ。あ、乗った。綺麗に。これは？お。お。お。え、なんかいるんですけど。落ちていってくれた。ん？何あの高い土管。いけねえな。こっちから渡っていける感じかな、もしかして。星のかけらあった、星のかけら。あ、あぶね。これ、あの穴に落ちたらどうなるんやろ。でも、飛んでいけそうな気がしない。パレッタじゃ絶対届かんよね。ちょっと待って。ですよね。届かんよね。あ、じゃあ、ここ、あれか。パレッタか。これぐらいの距離が、限界。あ、もうこれだけ？星のかけらをゲット。あそこめちゃくちゃ気になるんやけど。あ、もしかして、アカリンで、ないな、見えないブロック。あると思ったのに、なかった。あれ上がってほしいんですけど。あ、全然上がらない感じ。え、向こう戻れない、もしかして。あ、そんな、ん、これはどこに繋がってるの。え、私は一体どこから出てきたんだろうか。あ、来たことないところやな。仲間を一人ランクアップできます。どの仲間をランクアップしますか？あ、いいね、いいね。クッパ戦に備えて、いろいろとレベルアップを。じゃあどうしよう。アカリン、パレッタ、カメキ、クリオ。じゃあ、アカリン。いや、違うな。乱れ飛び。ファイヤーコーラ、連続頭突き。ちょっとファイヤーコーラ気になる。この仲間をランクアップさせますか？はい。多分、全員、2段階ランクアップさせれるんやと思うよね。多分。え、けん、ゲットしてないのがあるんやろうけど、どこかわからん。カメキはウルトラランクになりました。よし。あ、すごいね。マジ、この地下からどこにでも行けるやん。めちゃくちゃ移動が楽だぞ。ここレサレさんとこじゃない？やったー、体力回復。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、超いい。よしよし、オッケーオッケー。なんかレサレサ関係のさ、手紙みたいなのなかったっけ？
この辺の手紙もさ、クッパに行く前に全部届けとこや。星の降る、あ、これは今から行く場所やんね。デレーサーショップ。ここかな。あ、クリパパへの手紙あったやん。後で渡そう。テレサショップってどこ？左に追ったやつは会話できるやつかな。てかみんなもしかして会話できる？普通に。あ、ここじゃない？これやん。ショップ。いらっしゃいませ。テレサショップへようこそ。今日はどんなご用でしょうか？どれも違うんすよね。ああ、よかったよかった。できんのかと思った。あなたはテレサショップのクラウスさんですね。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。はい。どうぞ。確かにお届けしました。手紙ですか？ああ、注文書ですね。確かに受けたまわりました。しかしこの注文書、ピューピューヒルからなんですよ。ここまで買いに来ればいいのね。でも、にっこり笑顔で楽しく配達っていうのが私のモットーですからね。届けてくれたお礼に、あなたにはこれをあげましょう。全部一人でやる感じ、配達も。大変。星のかけら、ありがとう。あ、おったおった。クリパパー、もう一回来た。あなたはクリパパさんですね。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。はい、どうぞ。確かにお届けしました。ありがとう。いつも大変だね。ああ、これは嬉しい手紙だよ。実は趣味で釣りをしてるんですが、その仲間からの誘いの手紙なんです。しばらく会ってないから楽しみだな。そうだ、ついでと言っては失礼ですが、届けてもらいたい手紙があるんです。あ、マジで？直接渡されるパターンもあるの。この手紙をキノコ城の近くに住んでいて、よく後ろにはうろうろしてるエリキノさんに渡してほしいんですよ。よろしくお願いします。おー、了解です。キノコ城の前にいるエリキノへの手紙。エリンギキノコとかそういうことかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。